皆さん、雨の中、本当に遅くまで大変お疲れ様です。皆さんの声が先ほどからご報告あるように、特別委員会の開会はもとより理事会の成立すらさせていない、こういう状況に追い込んでいます。これが皆さん、私たち世論の声と運動、それが国会を包囲している力だと思います。そして今、私たちは新しい歴史を作りつつあるんだ、そのことをお互いに確認をしようではありませんか。皆さん、日米安保条約ができたその時に、その時に自衛隊の前身である警察予備隊ができました。日本が独立をしたと言われる時に、憲法9条に傷をつけ穴を開けたのは GHQ アメリカ占領軍でした。それから私たち日本の国民はその穴を繕い、そして憲法9条を日本の国民の血とし肉としてきた、こういう歴史を持っているのではないでしょうか。その歴史が私たちの国、日本から一人の戦死者も出せなかった、日本の国民が一人の他国民も殺せなかった、この70年の歴史を作った力だと思うんです。どうですか皆さん、その歴史を引き継いでいるのは誰か。安倍晋三ではない。私たちはこの場に集っている皆さんだ。そして全国津々浦々で声を上げている学生の皆さん、学者の皆さん、ママの会の皆さん、多くの市民の皆さんの声と力が歴史を作り、そして今また新しい歴史を作り出している。このことにお互いもっと確信を持ち、明日からの戦い大いに広げていこうではありませんか。皆さん、戦争法案は多くの方おっしゃるように憲法9条に明白に違反をしています。違憲の法律です。皆さん、広島弁で違憲というのがあります。ダメという意味ですが、違憲なものは違憲なんです。ダメなんです。ダメなものは無効です。こんな法律通してはならないし、通ったとしても絶対私たちは認めない。この固い意志、改めて強めようではありませんか。その総意を引き続き皆さんとご一緒にこの場で今日も続けていきたいと思います。総掛かり行動実行委員会、9時になったら申し訳ありません、このマイクの音響少し縮小しなければいけませんが、国会の中で頑張っている国会議員の皆さん、野党の皆さんと一緒に特別委員会の奇数が見えるまでここで声を上げ続け、国会議員の皆さんの後ろを押したいと思います。ぜひ体調のよろしい方、時間のある方、そして条件のある方、時間の限り私どもにお付き合いください。よろしくお願いします。明日の行動、9時から総掛かり行動として取り組みを行いたいと思います。明日1時から衆議院の本会議がすでに招集をされています。60日ルールを使ってでもやろうという構えを取っている、こういうことだと思います。参議院での強行採決、そして衆議院での再採決、両方から狙われている。これを何としても仕留めるためには明日1日の行動大変重要だと思います。9時からここでの座り込み行動を開始をし、そして今日と同じく6時半からこういった形での国会包囲行動を進めたいと思います。皆さん、今日の行動には14日の行動指摘をするような3万5000人を超える方参加いただいたと思います。この場だけではなくて、国会図書館の前、国会議員会館の前、官邸の前も大きく埋めていただきました。この規模の取り組みをもっと大きく広げ、明日はお一人がもう一人の方を連れてくるような取り組みで、もう一回り大きな取り組みで、何としても明日の成立を阻止をする。そして一日一日押し込んで、安倍を退陣に追い込んで、戦争法案、廃案、戦争法案を断念をさせるため、皆さんご一緒に力を合わせましょう。そのことを呼びかけて、総掛かり行動実行委員会からの行動を提供します。ありがとうございました。